超しっとり。ほら、中からもう鶏の水分、旨味がじわっと滲み出てきとる。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。今回はですね、なんと、こちら、エペイオスさんの5月の27日に発売されたばかりの炊飯器を商品モニターとして提供していただいたんで、こちらの炊飯器を使って、美味しい一品を作っていきたいと思います。もちろんね、炊飯器なので、ご飯を炊くのは当然のことながら、この炊飯器、低温調理ができる機能がついてるので、せっかくなのでね、低温調理の定番サラダチキンを作ります。ほんとね、超簡単に美味しいサラダチキンが作れちゃうんでね、軽くこの炊飯器の紹介をしながら作っちゃいます。こちらの炊飯器のね、詳細や購入先などは説明欄やコメント欄にリンク貼っとくんで、ぜひ覗いてみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら、サラダチキンを作るといえば鶏胸肉1枚。今回約 300g のものを使います。そして下味をつけるのと、しっとり柔らかく仕上げるために、こちらね、砂糖とお塩、一つまみずつ混ぜ合わせたもの。そして、お酒大さじ2杯。今回はね、ちょっと刺激と風味を加えたいので、ブラックペッパーと乾燥パセリとバジルを、適当に使います。材料は以上です。まずは鶏胸肉の下ごしらえから。この皮や余分な硬そうな筋や油を取り除いてください。この仕上がりの口当たりが全然違ってきますんでね、丁寧に取り除いておきましょう。こんな感じでね、硬そうな筋や油を取り除いていただいたら、じゃじゃーん、フォークを用意して、こんな感じでね、全体的にズボズボと穴を開けてください。こうすることで、この後ね、下味をつけつつ、しっとり仕上がるように水分補給していくんですけど、いい感じに全体にね、吸収されやすくなるので。こんな感じで適当に穴を開けたら、買ってきた時にね、入ってたパック使いましょう。別にボールでも OK よ。パック使うと洗い物出さずに済むんでおすすめ。そしてこの塩とお砂糖ね。パラパラパラーっと表面に振りかけてください。そして、まず軽く、こんな感じで揉み込むように全体的に塩と砂糖を絡めてください。その後お酒を振りかける。再びもみもみして、いい感じに全体に絡んだら、この状態でしっかり水分補給させたいのでね、できたら30分は置いといてください。途中で裏表ひっくり返して、全体的に塩、砂糖、お酒をなじましていきます。今30分ね、なじませました。そうするとちょっとお酒の水分も吸収されて減ってるのわかると思うんですけど、そしたら、キッチンペーパーなどを用意して、表面の水分だけね、軽く拭き取ってください。こんな感じです。この時塩や砂糖のね、パワーで、臭みなどが表面に滲み出てきてますので、拭き取ると。そうしたらね、ブラックペッパー、もう適当で OK よ。こんな感じ。そして、乾燥のバジルやパセリ、もう何でもいいです。お好きな方はね、いろんなこういうフレーバー系のものを振りかけてください。オレガノとかもおすすめ。パンチ効かせたい方はね、ガーリックパウダーとかを振りかけていただいても、ということでこんな感じでパラパラっと乾燥バジルやパセリ、胡椒を振りかけたら、軽くポンポンポンとしてなじませます。そしたら、今回はいい感じにね、仕上げるために、この鶏胸肉を真空パックにしちゃいます。今真空パックにしてきました。ご家庭にね、真空パックできる機会がある方は、そちらを利用して真空パックにしてください。もちろん真空パックにする機会持ってないよって方もたくさんいはると思うので、そんな方はできるだけ密封できるジップロックなどに入れて、袋の空気をね、もうできるだけ抜いて口を閉じた状態で用意してください。ジップロックに鶏胸肉を入れて、お水にドボンとつけてね、空気をできるだけ抜くことができるんで、ほんとギリギリまで沈めて口を閉じたらなんちゃって真空パックになるんでね、そちらの方法でできるだけ空気を抜いた状態で、ジップロックなどに入れて口を閉じといてください。ここまでできたら準備完了。はい、ということで、見てこれ、おしゃれな形。今回ね、使用させていただく炊飯器。ご飯を炊くのはもちろんのこと、こちらにも書いてますようにね、低温調理ができるんですよ。これがマジで便利。お肉が硬くならない温度を保ちつつ仕上げてくれるんで、今回はこの炊飯器を使って仕上げていきたいと思います。ということで、内釜の低温調理って書いてる線のところらへんまでお水を入れてください。そしたら、真空パックにしておいた鶏胸肉をドボッとつける。これね、今回はお水でやりますけど、煮込み料理などを作るときは、普通にだし汁とかね、味付けしたものを入れてください。あとは超簡単。はい、低温調理モードをポチッと押す。ここ押すだけで反応するってすごくない？そして今回 300g あるので、1時間でいきましょうか。これタイマーね、10分ごとに調節すること可能なんで。とりあえず今回は1時間。はい、もうあとはスタート！このままほったらかしとくだけで、超簡単にしっとりしたサラダチキンできちゃうんでね。じゃあ1時間ちょっと待っときましょう。はいよー、1時間経ったんで、ちょっと開けちゃいましょう。パッカリンチョー。あー、見て、いい感じに火が通ってる。そしたらこちら、低温調理したらね、熱々のまま食べるなら、このままで OK なんですが、すぐに食べない場合は、しっかり中までね、一気に冷やさないと、雑菌などが繁殖して危ないので、こいつをね、冷水につけて一気に冷やしちゃいます。はい、ということで、今回はすぐ食べるんでね、軽く冷やしてきました。見て、めちゃくちゃ美味しそう。しかもね、プリンプリンに仕上がってますわ。やっぱ低温調理最高やな。そしたらこちらちょっと切り分けて食べちゃいましょうか。いやー、めっちゃうまそうやん。ほんと今回の鶏胸肉ね、200円もしなかったんで、コスパ最強でボリュームあるし、自宅で作ればね、コスパよく美味しい、自分好みのサラダチキン作れるんで、この炊飯器マジやばい。やっぱりお肉が硬くならないね、温度を自動設定してくれるのがすごいよね。これさえ操ればローストビーフとかも簡単に作れちゃうよ。ほんとこの炊飯器めっちゃおすすめ。ほら見て、超しっとり。ほら、中からもう、鶏の水分、旨味がじゅわっと滲み出てきとる。いやー、早速食べちゃおう。あいよー、完成しました。ほんとね、ペイオスさんの新商品、低温調理モードもね、備わっている炊飯器で作るサラダチキン、もう豪快に切って盛り付けちゃったで。それでは、今日も、ポーチいただきます。完璧。超しっとりして柔らかい。うまっ。いや、こんなうまいサラダチキンなかなかないで。全然パサついてなくて、噛み締めるたびにね、鶏の美味しさがじゅわーっと広がり、ガチやばい。いや、これコンビニで買うより完全にうまいわ。すごっ。このエペイオスさんの炊飯器の低温調理機能、マジでおすすめやわ。俺、いろんな煮込み料理とかもね、作れそう。もっと試そう。まだね、出たばっかりの新しい商品なんで、詳細や購入先など説明欄やコメント欄に貼っとくんで、マジ覗いてみてください。ちょうどね、炊飯器買い替えようって予定の方は参考にしてみてください。これマジやばいわ。うまっ。早速飲んじゃおう。はい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 。ということで今日は、焼酎のロックで乾杯。あー、うまい。いや、この今飲んでる焼酎ね、これ家にも常備してるんですけど、おこげっていうね、麦焼酎なんですが、香ばしい風味が特徴でめちゃくちゃ美味しいのよ。この麦のね、香ばしさマジたまらん。あ、うまっ。しかも今回のサラダチキンめっちゃうまい。マジ超しっとり。うますぎるわ。やっぱこう、乾燥のバジルやパセリ、ブラックペッパー効かしといたんでね、つまみに抜群。今回はね、ペイオスさんの新しい炊飯器のモニターなので、低温調理モードを使ってサラダチキン仕上げてみました。もちろんね、サラダチキンいろんな作り方があるんで YouTube の動画とかね探してみるのも面白いと思いますし、全然炊飯器を使わずにお湯の温度さえ保てればね簡単に作ることができるんで、皆さんもぜひ自宅でチャレンジしてみてください。ほんとしっとり仕上がってひっくり返ると思います。うますぎ。